皆さんこんにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。では、725日目リボルブ連続10回を連続3回挑戦ということでやっていきたいと思います。いや、ですね、昨日レッスンをしました。で、アドバイスをいただいて、3つですね。まず足を早く回すということですね。回す方の足を。で、あとはリカバリーといって、ボールがやっぱあちこち行っちゃう時にやっぱ対応する。前に行ったら足をちょっと前に出すとか、手前に来たらちょっと足を引っ込めて立て直すとい う, こうリカバリーっていうのを、まあ、意識しなさいということと、あと一番、大きな、ことはやっぱり足を蹴る方の足を下で待つと、多分多分じゃないですけど、自分蹴ってる方の足をこうね、なんかね、こうやっちゃってるんですよね。足をね、こう蹴ってるんですよ。こうで、それをやっぱ下で待つ、地面のほんと下でこういう風に下で待つと、今まではなんかこうやってね、足をこう蹴っちゃってるんですけど、それじゃなくて、それだとやっぱ安定しないので、下で待つ、こうやってボールを蹴るというところをやっぱ学べました。ということで、やっぱこれをね、やっぱ意識しなすれば、またね、ちょっと道は開けてくるんじゃないかと思います。あとは反復練習だと、言っていました。ということでですね、今日も、それに、意識をしながらやっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと話が長くなってしまったんですが、早速やっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。こうかな、これでアングルは大丈夫ですね。はい、YouTube ライブのアングルもここで OK ですかね。はい、よし、いいか、これで。では、今何時ですか。6分で行きましょうかね。よし、6分で行きましょう。でやっぱりね、ボールの高さは、なんだろうな、膝よりちょっと上っていう感じですね。ボールの高さは膝よりちょっと上で、なんかあれだな、窮屈だな、ちょっと手前すぎますね。やっぱこの辺でやりたいですね。今はちょっとね、手前だったんですね。ちょっと窮屈だったな、今。よっしゃ、
ょっとね、高すぎ、上げるのが、うん、高いな、なんか。そして切っちゃってる、バーンって、うん、下で待つね、下で待つ、下で蹴る。これちょっと意識しないと。1、2、3、4、5、6、あーちょっと、しゃ、まだまだ行きましょう。1、2、3、4、5、6、カバリはできたんだけどな今、うん、なんかボールが上がんないですね。10じゃないな今の。9だな。綺麗ではない。なんかね、やっぱ回数が上がっていくと、やっぱりまだこうやって蹴ってしまってるんですよね。下で待ってないっていうか、そこが下で待つね。下で我慢して待つ。ここね。ね。ああ、うまくいかなかったな、リカバリーが。揺れるのはしょうがないので、そこをいかに。いかにして、やるか。あ、時間か。マジか。時間です。今日はですね、最高9回かな、9回行きました。ただまだまだなんだろう、まあ始めたばっかで、まあ意識、まあそういうリカバリーのこととか、下で蹴るっていう意識し始めたので、まあ、ね、いきなりね、そんなこう急にうまくいくとは思わないので、まあちょっとずつ修正していけばいいかなと思うし、あとはまあいい点はその下で蹴るっていうことを意識しながらやっていたっていうのはね、まあ自分の、まあ、今日良かったかなと思います。まあ回数的にはちょっとね、まあ物足りなかったんですけど、でもねやっぱり下で待って蹴るっていうところを意識してやれば、まあ、きっとね成功すると思うので、絶対ねできると思うので、あとは反復継続するしかないかなと思います。はい、ということで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。さあ、じゃあ今日もですね、まあお互い、まあ頑張ってやっていきましょう、ね、一日は短い、本当一日ってあっという間ですよね。あっという間に時間が過ぎてしまう。
本当に、うん、なので、まあ、大事にして一生懸命、そして昨日の自分よりもね、もっとうまく成長していきたいなと思います。それはもう何においてもそうだと思うので、ちょっとでもね成長したいなと思います。ではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではさようなら。ありがとうございます。